こんにちは。番組毎回楽しく視聴しています6月上旬現在、西原理恵子の娘が母親の虐待の詳細を書いたハテナブログが炎上拡散されています。毎日母さんで西原理恵子を知った読者の中には、衝撃を受けている人も多いそうです。私も西原理恵子の漫画は好きで、特に僕ん家は名作だと思っていますが、漫画から作者の過激さを痛感していたので驚きはありませんでした。 岡田さんは、以前もど根性帰りの娘に言及し身内を切り売りする漫画家の相やさを語っていましたよね。YouTube で人気の育児系動画なども物心つく前の赤ん坊や幼児の日常を本人の意思に関係なく承諾なくアップしている。 これは、将来的に問題にならないか危惧しています。特に、欧米では、成長した子供が親に対し、訴訟を起こしています。この件、岡田さんはどう思いますか生島真理香と吉,原吉本バーナの対談は潰されたらしいので、知らなかったですけど、そういう対談があったあとか企画があったんですね。もし、今回の炎上に触れることで、活動に支障が出そうならスルーしてください。えー、三笠さん、女性30代です。う 本当ね、これに関しては、もう一般論になるんですけども、クリエイターとかアーティストをですね、尊敬しちゃうのが間違いだと思うんですね。尊重するのはいいんですよ。で、作ったもの、作品っていうのは素晴らしいもんだから、これは自分の生きる過程にする、お金を払う、リスペクトするっていうのが大事なんですけど、それを作った人をですね、自分を感動させたが故に、素晴らしい人に違いない。 これね、大間違いだと思うんですね。本当に大間違いだと思うんですけども。ただ、これね、僕がもうここで どんだけ言ってもね、もう治んないんですよ。だから、まあ、まあ、まあ、あの、六十歳ぐらいになってくると、すごく染みてくると思うので,です、ね。<laughs> 三笠さんはあと三十年、ピンと来ないと思いますけど。<laughs> ただね、僕もその、う、西原英子さんの娘が書いたブログっていうのを読んだんですけども。日本語がそんなに上手じゃないので、何にかって、どういうふうに起こっているのかっていうのが。実は僕にはあんまりピンと来てなかったっていうのが。 あるんですけど、ね、あと切り抜きというかコピーしかもう今存在しないですねいつの間にか全部消されてましてですねただ毎日母さんを連載して僕んちとかから上がってきた人気によって西原さんが育児する人とかあと左翼系文化人の間で神格化されてきたプロセスは結構その時期 NHK なり朝日新聞なりに近かった僕としては。 見てるは見てるんですね。すごい神格化,化されてきた。で、その神格化,化されてきたもの、存在が。身内がこう書くことによって、ちょっとスキャンダル的に今。炎上っぽくなってる。 ですけども、西原さんは昔からああいう人で昔から近くにいる人はもうとにかくとんでもないけど面白いというふうに言ってたんですね。でそのとんでもないけど面白いっていうのがその破格の面白さゆえに破格の人を感動させる力によって悪口を言う人に。 によなんかすぐに青空の下で何か後ろ姿みたいなのを書いて何かいいテキストを書いてっていうですねポエミーなことをして人を感動するっていうんですけどそれもやっぱうまいからできるんですよそれ言われたからといって誰もあんなの書けないんですよねそれができて人を感動させる人を感動させるっていうことは悪い人っていうことですよ 言い方は悪いですけども本当にいい人だったら人を感動させるぐらい自分を生み出したキャラクターを追い詰めることはできないしうん。 なんとね、それが日常生活に帰っていったら、作品とか書けないと思うんですけどね。だから、物を作れる人間というのは、僕は悪い人間だと思ってますし、まあ、程度の差こそあれですね。だから、そのクリエイターとかに対する感情みたいなものっていうのは、さっき言った作品はリスペクトするんだけども、 人人格とととかかその人に対ししててては、間違っっも尊敬とかしちゃいいけないと思ってるんですよだから僕自身に関しても、岡田戸署の言うことは面白いぐらいが本当に一番いい評価だと思ってるんですけどねあのなのでですねクリエーターやアーティストを尊敬せず作品を愛するべきであると思うんですけども繰り返しになりますがこれをこの場で何万回言ったからといってみんなこれをですねやめることはできないと思いますんでですね仕方がないことなんでしょうね。